コシンジュガやスックリアラやパーベヤラスとトドは、かやつり草かに属するひょろ長い草。他の草に紛れ、もたれかかるように伸び、なかなか目につかない。細身の一年生草本。地下茎は発達せず、根本から複数の茎が出る。根は、ひげ根状で短く、脳赤紫色。草丈は30から50センチメートルに達する。葉は根質上、根室状。 および茎から生じ、線形で、幅が3から5ミリメートル、先端は尖る。幼少は緩く茎を包み、その中から果樹が出る。また幅広い翼がある。茎の上の方に3から6個の分果樹を生じ、まばらにこぼをつける。夏季は8から10月で、こぼには、優勢と姿勢の区別があり、優勢こぼは先端に、その基部に姿勢こぼが生じ。 それらをつける枝は細長く伸びてやや垂れる。果実が熟すると新辺を押しのけて露出する。痩せかは休憩で直径2ミリメートル、熟すると白くなり全体に光沢を持つ。その表面には細かな光子紋があり、まばらに毛がある。器部は三列し、隠れっぺは甲乱系。中等は三個。名前は新珠ヶ谷に似てより小さいことから。 日本では本州、四国、九州から知られ、国外では朝鮮半島南部、中国東北部からマレーシア、インドからアフリカまで知られる。平地から山間部にかけての湿地、湿原にあり、日当たりの良い湿地に生える。この属には日本で8種ほどが知られる。真珠がやなど多年生のものとは地下系が発達しないことで区別できる。他方、 一年生のものの中では、化身樹やなどより、はるかに大きいこと、同じように大きくなる。細葉真がや等とは、都の要所に翼が発達することで区別できる。直接の利害は特にない。生育環境が減少傾向にあって、各地で注意されている。環境省では指定していないものの、複数の都道府県で、レッドデータに取り上げられている。特に、 東京都では絶滅、山形県、秋田県、千葉県、埼玉県、神奈川県、石川県、京都府、愛媛県では絶滅危惧愛類に指定されている。以下、記載は主に、星のほか、P536 国場は、多年層としている牧の P776 国場 P116 牧の P776 星のほか、 P536 日本のレッドデータ検索システム。ありがとうございます。